重古不可の首相重古不可は、ロシア西部のブリャンスク州北部にある都市。ドニエプル川の支流デスナ川の左岸に立つ町で、支流のベトマ川が合流している場所にある。州都ブリャンスクの北西 56km にあり、ブリャンスクスモレンスク間の鉄道の駅もある。人口は2002年国勢調査で19731人。 1989年ソ連国勢調査では19,706人であった。1867年、オリオールブリャンスクスモレンスクビテプスクリガ間の鉄道の駅建設とともに、建設労働者の集落も建設された。これが重古孵化の始まりである。地名は近くの地主、重古孵化にちなむ。駅の開業とともに、重古孵化も次第に人数が増え、 近くの重古付所有の森から切った木を材木にする製材所が建設され、1894年には鉄道のレールなどを作る鉄工所も開設された。1896年にはアレクサンドルネフスキー制度が完成し、20世紀になると鉄道学校や電信局なども開かれた。1914年にはサナトリウムが開業し、第一次世界大戦中には 小病兵を受け入れている。ソ連時代には多数の小さな工場が周囲に開業していた。1929年には地区の中心地となり、1931年10月31日に都市型集落に、1962年8月30日には市となった。第二次世界大戦では1941年9月に、 ドイツ国防軍に占領されたが、周辺の住民はパルチザンとなり、ドイツ軍に抵抗した。1943年9月に、ブリャンスク構成を進める赤軍ブリャンスク戦線により、奪還された。戦後は、農場や市街地の再建が進み、1960年代まで、木造平屋の多かった重厚孵化の町は、レンガの住居が増え、1980年代には5階建てアパートが、 広がった。重古深の南東3 0トルのデスナ川沿いには、フシチーシュという村がある。年代期の1142年の記事には、同名の都市が登場しており、この村がその跡地と考えられている。フシチーシュは、チェルニーヒュー公国の中心の一つで、様々な大たちが、独自の公国をここに置いたが、1238年に、モンゴルのルーシ信仰で廃墟となった。 1840年代と1940年代に発掘が進められ、石造りの制度の跡や、防壁や工房などが出土している。またオフストク村は、詩人、外交官のヒョードル・チュッチェフの記事であり、ヒョードル・チュッチェフ博物館が開設されている。重古孔科には、デスナ、ブランドの自転車工場のほか、家具工場、機械工場などが立地する。1868年に、 ディガオリョール鉄道が開通して以来、重厚深は鉄道産業の町でもある。ここからクレトニアまでの 43km の長さの支線が伸びている。国道 A141 号線はスモレンスクブランスクオリョールを結ぶ道路で重厚深市街地の 10km 南東を通る。ありがとうございます。